こんにちは、こんばんは、ボスコンくんちゃんのパパです。今日もボスコンくんちゃん、お散歩行ってからのくんちゃんまったり動画となります。よかったら最後までご視聴ください。さあ、ボスコン、テク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 、田舎道をテクテク歩いてますが、この季節、蜂が多いです。動画には映っていないんですが、もう蜂とかね、アブとかもビン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 飛びまくって、しかも山が近いということでね、我が家は毎年、オオスズメバチがね、山の方から飛んできます。で、お庭にあるね、花の蜜を吸ったりとか、ちょうどね、道になってたりするんですよね。なので、オオスズメバチね、ほんと、もうね、どれぐらいと言われたらね、女性の拳ぐらいあんのんちゃうかってぐらいね、でっかい蜂がいます。あとはムカデ。ムカデもね、昨日びっくりしますよ。朝、家の中に一匹でかいの。で、ガレージに一匹。ガレージはね、やっぱね、湿気たまるんで一匹いたのと。あとはね、ボスコンくんちゃんのね、水の流れるところ。いつもね、水汲んでね、その水の流れるところに一匹。本当ね、危険ですので、皆様、ワンちゃん、猫ちゃん飼われてる方、ムカデとかね、あとはハチとか、あとヘビとかね、気をつけてください。まあね、そんなトークしている間にもね、ボスコンくんちゃん、お家に帰ってきましたが、パパの長靴の横に座ってるボスコン、そしてね、帰ってきてもくんちゃん遊びたい、で、お尻がハゲている、これなんでハゲたのと。クインちゃん何したらハゲたのと、すごく気になりますが、クインちゃんね、気にしません。息子が家に入ろうとするとね、やっぱりボス君邪魔をします。僕も家に入れてよと、見てください、この可愛いボス君。で、パパがね、うんち袋を一緒に家の中入れてと、言うとね、息子手伝ってくれますが、ボス君も入ろうと頑張っています。可愛いです。まあ、こういったところがね、やっぱね、ボス君のなんというか、チャーミングというか、なんかこう、ね、キュンとします。で、フェンス越しに見るとこんな感じ。なんかね、動物園にいるクマさん。で、クインちゃんはこんな感じ。横からいつも見ます。やっぱね、こっちから見た方がね、より近い。近いのとね、あとやっぱりね、道沿いも見えるんでね、クインちゃんね、いつもチェックしております。誰か来ないかな、誰か来ないかなと。いつもボスくんとかね、クインちゃんって呼んでもらえるのがとてもね、嬉しいボスコンクインちゃんでございます。で、夜はね、最近ね、暑い、蒸し暑いです。もうね、家の中より外の方が涼しい。やっぱね、山近いんでね、我が家、夜はね、結構ね、寒くなります。寒くなるんですが、暑い時はね、窓開けたら涼しいです。ただね、寝ているうちに寒い寒いということでね、パパね、夜中クインちゃんにくっついて寝てるんですが、クインちゃんくっつくと暑すぎる。かなり体温高い。なんかもうね、もう電気毛布ついてんのちゃうかってぐらいね、暑くて暑くて。それでもくっついてくるクインちゃんがまた可愛い。で、ボス君はね、全然くっついてこない。もうね、寂しい寂しい。小さい頃はこうじゃなかったのになと。クインちゃんはいつまでこうやってパパにべったりしてるのかなと、思う日々です。ということで、もうそろそろ動画を終了となりますが、いつもボスコンくんちゃん見てくださりありがとうございます。短い動画が続いたりとか、しますが、またね、明日のお昼も、楽しみにしていてください。じゃあね、今日も一日お疲れ様でした。素敵な夜をお過ごしください。